妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ドイツのティアゴプレミアム中戦車。パンターさんの車体に4号さんの砲塔を乗せた子、パンター4号さんだね。うむ。マップは崖、マッチングはティア4と5だね。それじゃあ初動は、中央西の高台でも、占拠しに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。一発撃たれちゃったけど、敵側は開幕突撃してくる気配なしだね。うむ。基本的には同格中戦車さん対決は、パンター4号さんがかなり有利だからね。鉢合わせると不利と見たかもだね。なるほど。確かにパンター4号さんの突破力は、同格中戦車さんだと脅威だもんね。そしたらさっき撃ってきた駆逐さんに、仕返しに向かおうか。了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。ついでにこのまま軽くスポットもしちゃおうか。わかったよお姉ちゃん。よし、エクセルシアーさんが撃てそうだね。どんどん撃っちゃうね。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。でも、奥からマチルダさんに禁断を撃たれちゃったね。うむ。単発55の2ポンド砲ってことは、禁断の貫通は145ミリだから、さすがのパンター4号さんでもちょっと痛い相手だね。ということで、ここはあんまり固執せず、一旦中央方面の敵を撃ちに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。西は私たちがいなくても、きっと睨み合いになるだけだもんね。うむ。出てこないなら他の子追ってね。絶妙な位置に隠れてるね。よし、これで動くかな？ナイスショットだ妹よ。ナイス撃破だ妹よ。見つかっちゃってるし、一旦下がろうか。右の敵は、そんなに前には来てないね。うむ。あの位置だとこっちから撃ちに行くのはちょっと厳しいし、ここは正面で見えてるチヌちゃんの方が狙い目かな？了解だよお姉ちゃん。敵陣東の狙撃ポジションに注意しつつ、撃ちに行っちゃうね。うむ。ナイスショットだ妹よ。むう、なかなかいい位置に隠れたね。でも、すでに敵はそんな多くないし、ここは大胆に敵陣方面の偵察をしつつ、撃ちに行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。思いっきり見つかると思うけど、正面の岩の右側から、大胆に偵察しちゃうね。うむ。誰か見えないかな？よし、あれに見えるわみんなのアイドル、減ったんだけど、ちょっと岩が邪魔だね。これは厳しいねお姉ちゃん。と、自走さんを発見だね。今日は一発も撃たれてないけど、自走さんは発見次第即撃破ってね。あわう。でも了解だよお姉ちゃん。ナイス撃破だ妹よ。そしてあそこにいるのはバレンタインさんだね。でも、車線はダメみたいだねお姉ちゃん。ヘッタンが落ちて左方面はクリアっぽいし、ここからはさらに大胆に乗り出しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。勝ちはもう確定だもんね。バレンタインさんは、ちょっと厳しいね。ルクスさんの方が撃ちやすそうだから、そちらを狙ってみるね。うむ。その方が良さげだね。そしてラストはマチルダさんだね。ナイス撃破だ妹よ。これにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ2111、キル数5、アシスト1438、棒ダメ480。スコアは1695でチーム内トップ、1バッジと大口径をゲットだね。今日のバトル、序盤からパンター4号さんの突破力を生かした、おせおせムード全開な展開だったけど、こういうをした場所で有利が取れるマップとパンター4号さんは、相性抜群だよね。本当だねお姉ちゃん。特にトップマッチだと、強すぎるくらい強いよね。終始は、序盤ちょっと禁断を打っちゃったけど、途中から通常弾に切り替えたから、いい感じの黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。